お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はこちらでございます。ネギラーメンでございます。久しぶりにね、麺料理が出ました。今回はね、インスタントラーメンを使ってね、簡単に仕上げてみました。肉もね、ひき肉が入っております。ちょっと姿がね、見えませんけどね。はい、人参とね、これは白菜とね、もやしを使いました。で、これ浅漬けをね、仕上げに乗っけてみました。で、お酒はですね、焼酎のね、サイダー割りでございます。これを食べて飲んでね、明日の仕事に備えて頑張りたいなと思っています。で、皆様にお知らせがございまして、2月11日もライブの予定だったんですけど、ライブの予定だったんですが、ごめんなさい、ですね、夜ライブに変更になりました。理由はですね、この日はね、うちの父がね、レッスンはね、お休みになりました。祝日で。祝日はね、やんないみたいなんですよ。ただ、ママさんの、都合によっては、やるかもしれませんのでね、もしやれたら、昼ライブで、中止となれば、夜ライブに変更となりました。それ以外はね、変わりませんので、よろしくお願いいたします。あとはね、1月31日も、プロ野球カード、ね、開封動画もやりますので、よろしくお願いします。で、ということで、2月は、10日は夜ライブやって、5日連続で、ライブをね、やりたいと思います。まあ、夜ライブはね、最低でも1時間ぐらいかな、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。あとはですね、特には、ありませんが、4000時間ね、に向けて着々と進んでおります。時間の方はね、そんなにね、焦ってはおりません。まあ、のんびり気長にやっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter とツイキャスもぜひよろしくお願いいたします。それでは、以上でございます。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは、皆様ね、おやすみなさい。